第74回安田記念 G1 6月2日東京芝 1600m イコール5月27日22年の皐月賞以来勝利から遠ざかるジオグリフオス5歳美穂木村哲也厩舎父ドレフォンが復活気配を漂わせる。昨年はドバイ WC 11着やチャンピオンズ C 15着などダート路線にも矛先を向けたが結果が出ず、しかし今年の指導戦となった中山記念で3着と久々にらしさを見せると、前走の大阪杯でも0秒3差の5着と見せ場を作った。太田助手は前走はしっかり走ってくれたと評価する。芝のマイル戦は21年の朝日杯 FS 以来5着のチャレンジ。同助手は若い頃は 1600m は忙しいかなと思っていたけど、いろんな経験を積んできた。メンタル、フィジカルをいい状態にして競馬に向かわせてあげたいと意気込んだ。